雨雨メれレれレーさんがどうも、レオンチャンネルです <laughs>。これクロノスがね、歌ってましたから。ということで、ガンバライジングガシャット変身チョコウェアス4が発売されました。今回のパッケージは1種類で、仮面ライダークロノスとマキシマムゲーマーとパーフェクトノッカードゲーマーが映ってて、この時期のガンバライジングウェアスにもかかわらず、なんと最終フォームの無敵ゲーマーが乗って ないんですよね ラインナップは全部チョコウェアス限定で全12種類でエグゼイドレベル2にレベル WXL299 ファンタジーにシミュレーションゾンビパーフェクトノッカーとクロノストキメキクライシスソードフォームベースステイツオールドラゴンということで全12種類を集めるべくワンボックス20個入りのものを買ってきましたので全部一気に 開きましょう雨雨ふれふれ母さんがあれなんで急にクロノス歌い始めたんですかねそういえばクロノスってテーマソングが入っている「クロニクルガシャット」が発売するようでアマゾンで予約開始になってましたから発売が8月16だったかな でそれで、クロノスのテーマソングとポッピーの歌が入ってるってなってましたから、多分ポッピーのあの歌ですよね、劇中の。ガシャット付き CD で5000円とかそれくらいだったので、とりあえず予約したので、到着次第レビューしたいと思います。ではまず一拍目、ドドンはい、まずはトキメティクライシスポッピーの話をしてる中、ポッピー のカードが出ましたあなんか絵柄めっちゃいいじゃんちょっと後で詳しく見よう今回キラーカードは3種類入ってるそうです2パック目おキラだパーフェクトノックアウトゲーマーパラドックスさらに3パック目ドドンシミュレーションゲーマー今週のタイガー かっこよかったですね。なんかみんなにツンケンしてたのは、ああいうわけがあったと。なんかこの時点で今もう一回最初から見直したら、タイガーへの見方がだいぶ変わりますよね。はい、デンオあ、これもすごい絵柄いい。なにこれ今回の段ソードフォームからのてんこ盛り。このエフェクト絵柄本編まんま。えー、こういう絵柄好きだな。 さらに、ドドンファンタジー辿るレガシーのガシャットが来週登場するっぽかったですが、レベルアップするんじゃないかと言われてますね。ドドンあ、出たクロノス仮面ライダークロノスのクロニクルゲーマーキラーカードになっております。7パック目。今のところダブりなし はい、仮面ライダーエグゼードアクションゲーマーレベル2でさらに毎回前から順番に開けると基本的にダブりあありません <laughs> ダブっとるやないかーい <laughs> ダブりありませんよねっていう中ダブルっていうね9パック目。 仮面ライダーフォーゼ、ベースステイツ、フォーゼもちょいちょいウェハースにベースステイツ入ってる気がする。では右列最後10パック目、ドドンはい、マキシュマムゲーマー、レベル99。これでほぼ揃いましたよね。あとはダブルアクションゲーマーとゾンビとぐらいかな、オールドラゴン。ではその3種類を目指して、 左半分の列を前から順番に開けます。ボックスで買いましたから、多分順番はバラバラになってないはず。ドドンおゾンビ早速来ましたね。で、ガシャコンスパローのこの攻撃エフェクト。凝ってる今回の絵柄はとにかく凝ってますね。はい、左の列の2個目で12個目。 はい、出ました。レベル WXL。そういえば、ダブルアクションゲーマーのこちら側が、パラドの性格がベースになってたことが判明して、で、分裂したからかわかりませんけど、本編でも、患者の運命は俺が変えるじゃなくて、患者の運命は僕が変えるって言ってましたよね。なので、変身後も最近は完全に M のままって感じ。はい、ポップ。 で、あとは、オールドラゴンが出れば、コンプでございます。パーフェクトノックアウトゲーマー。さらに、というか、ちょっとお腹空いてきたので、ウエハースをいただこうかな。チョコウエハースが入ってて、いつもの美味しいやつだと思われます。安定のうまさ。さらに、ドドンシミュレーションゲーマー。オールドラゴンが意外と出ないよ。残り5パック、せいの、ドドン はい、電王、10周年ですから、優遇されてますね、今年は。ドドドドンはい、ファンタジー。おや入ってるオールドラゴン。残り3パック。黒の数残り2パックに、オールドラゴン2連ちゃんとか。ドドンあれエグゼイトだ。オールドラゴン出てませんよね。いきます、最後。20個目。お願いします おーよかったよかった仮面ライダービザード、オールドラゴン表側、さらにバーストはインフィニティ はい、ということで、無事にコンプしましたので、内訳としては、アクションゲームはレベル2が3枚、マキシマムが1、レベル WX が1、ファンタジーが2、シミュレーションが2、トキメキが2、ゾンビが1、パラドレベル99が2、クロノスが2、デンオーが2、ウィザードが1のフォーゼが1。3種類のキラーカードは、マキシマムと、 パーフェクトノックアウトゲーマーと仮面ライダークロノスでしたね。ではカードも確認しましょう。まずは仮面ライダーエグゼードアクションゲーマーレベル2表側ガシャコンブレイカー武装状態でスペックからのスロットでバースト面はマキシマムゲーマー。もちろんウェハース限定絵柄ですからどちらもオリジナルの絵になっております。 続いて、マキシマムゲーマーレベル99。表側、武装状態でキラーカードになってて、スペック、スロットからのバースト面は、ギガントマキシマムスラッシュ。先ほどのマキシマムとは微妙に絵柄が違いますね。さらに、レベルダブル X。H X の L、M の方で表側、一応後ろに R がいて、スペックとスロットとアビリティとバースト面はそのまま、あ、R だ。L じゃなくて R に変わりますね。そしてバースト絵柄はこのようになっております。 ファンタジーの表側、何か魔法を使っているような怪しい技で、赤目状態でも良かったかも、この絵柄だったら。表側、バースト面はグレートファンタジーソード。こちらも非常に怪しい。さらに、シミュレーションゲーマーで、方針から煙が出てて、スペックスロット。 さらににースト面はこのようになっておりますそして、ときめきクライシス仮面ライダーポッピーの表側背景はゲームステージになっててポッピーのライダーズクレストむっちゃ可愛いですよねしかも攻撃が高いアビリティシンプルテクニカルゲージアップでも好きですよ さらに、裏側は、ツバイ武装状態で、プペー,ポーパービーム。<laughs> そんな技名だったんだ。表側じゃなくて、裏側はこうなっております。このカードいいな。さらに、仮面ライダー、ゲームのゾンビゲーマー、レベル X。エフェクトが超絶怪しくて、 そして、表側、バースト面は変わらずゾンビでデンジャラスクロー。そして、パーフェクトノッカードリエマーレベル99カメルラ,ライダーパラドックス。表側、これもキラーカードになってて、パラブレイガンを武装状態で、さらに、バースト面はパラドックスガシャコンブレイク。 最近発売したおもちゃだと、バグルドライバーつばいがどうしてもピックアップされがちですが、何気にパラブレイガーもすごいいいおもちゃですからね。パーフェクトノッカードゲーマーが好きな人はぜひ買いましょう。ただ、ガシャットが最近、再販分がまた売り切れちゃって、ガシャットリアデュアルほとんど見かけなくなりましたよね。あんなにたくさん売ってたのに。そして、仮面ライダークローノス、表側、スペックスロット、 とからのクロノスパワーストライク。 仮面ライダークロノスはラスボス級キャラとしては割と早めに登場しましたからやっぱどこかでゲームデウスとチェンジしたりするんですかね敵キャラが僕としてはこのクロノスシンダンクロトが引き継いで敵キャラとして立ち塞がってほしいんですけど最近の感じだとそういうのもないのかな割とエムたちに協力的ですもんねシンダンクロトそして仮面ライダーデンオーソードフォームこんな感じでクライマックスフォーム変身エフェクト が展開した状態でおしゃれ表側のスペックさらにバースト面はそのままクライマックスフォームこの絵柄のつながりいいですねさらになかなか出なかった仮面ライダービザードオールドラゴンとはいえ絵柄はすごくノーマル的な感じで表側あでもオールキックスロットでこれは使いやすい さらに、インフィニティ。インフィニティは今見てもめちゃくちゃかっこいい最終フォームですよね。そう思うと、無敵ゲーマーはかなり癖がありますよね。あれ見た瞬間に、お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 、みたいな。<laughs> なんか、無限魂とか僕最初から見た瞬間から結構かっこいいなーって思ったんですけど、無敵ゲーマーはすごいスーツ造形が来たなーっていう感想でしたね。あれも動いたらかっこいいのかな。 で、最後は仮面ライダーーゼベースステイツで宇宙たのポーズからのスペック。そしてバースト面は最終フォームのコズミックステイツ。 はい、ということで新しく発売されたガンバライジングガシャッと変身チョコウェアス4をボックス開封しましたいつも通りワンボックス開封で全12種類が揃いましたし全てノーマルカードとはいえ割とスペックが高いやつも混じってますから美味しいウエアースが入ってる上にカードも1枚付属してますからこんはかなりいいと思いますね 以上、仮面ライダーバトル、ガンバライジング、ガシャッと変身、チョコウエアス4の紹介でした。雨雨、ふれふれか。